はい、今日の紅葉です。もうね、葉っぱがね、全然ないですね。これね、今年中にね、葉っぱ全部落ちるんでしょうかね。あとどうでもいいみたいね。キューちゃん、あ、今日キューちゃんいなかった。はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は12月の3日で火曜日です。空はね、晴れてますね。もう雲一つないです。いやー、寒いですね。ということで、キューちゃんは今日は休みです。キューちゃんね、寒くてね、もう行かないということです。いやー、今日はまあ、今日はね、ほんと寒いんですよ。行きたくないのはちょっとわかりますね。昨日ね、あのクリスマスツリーをね、アマゾンでね、注文したんですよ。それがもう、ハツとキューちゃんとジュンちゃんを驚かせようと思ってね、大きいやつ買ったんですよ。大きいやつって言うても、普通の人から言ったら、普通の大きさやんってなるかもしれないけど、僕からしたら大きいんですよね。確か、あの大きさで言うとね、180センチ、一番大きいやつなんですけど、それがもっと大きいね、3メートルとかね、5メートルとかあったんですよ。もう家に入らんからね、そんなのは無理なんですけど。でそのツリーにはね、あの飾りもね、全部ついてるんですよ。フェルトのね、あの可愛いね、飾りがね、何個もいっぱいついてたんですよ。写真ではですよ。でもあの実際来たらね、全然ね、あの飾りついてないと思うんですよね。写真ではいい感じに見せてあるけど、飾りがね、あの足りん、多分飾りがね、少なかったらね、本当にね、ちょっとしょぼく見えるんですよね。飾りをね、100均とかで追加したらね、100均のね、あのオーナメントとかいうのね、なんかね、昔買った時割れたことあるんですよね。でちょっと危ないなと思ってね、そういうのは避けたいと思うんですけど。いやー、これね、来た時ね、驚いてくれたらね、あの嬉しいんですけどね、全然興味なくてね、ガン無視されたらね、がっかりや。予想ではね、あの箱来てね、あげたらね、みんな集まってきてね、わーすごいってなるんですけどね、実際はね、箱を開けてね、変な木が入ったったらね、なんじゃいこれっていう感じになると思うんですよ。ハツもおやつじゃなかったらね、はい解散って言ってね、もうちょっと散らばっていくと思うんです。いやー、ツリー楽しみですね。もうそれしかない、楽しみが。今日のニュースはもうね、何にもない、ほんと何にもない。もうね、大掃除してね、あの断捨離したいんですけどね、ちょっと時間が取れないんですよね。昨日ね、あの YouTube 見てたらね、とある動画が流れてきたんですよ。この京都の嵐山の紅葉っていうのが出てきたんですよ。でそれ見てたらね、すごい紅葉してるんですよ。いや、あんな紅葉見たことないなと思って。僕以前ね、嵐山行った時なんかね、全くね、これが本当に紅葉してるのかっていうくらい何にもなかったんですよね。紅葉見に行ってるのに全然赤くなかったんですよ。で京都の嵐山の紅葉って有名やのに、ね、こんなもんなのって思ったけど、見てる場所が違うんかもしれないですね。それがね、めちゃくちゃ人が多いんですよ。昨日この動画見てたらね、確かね、11月の30日ぐらいの撮影やったんですけど、それを見てたらね、めちゃくちゃ人が多くてね、もうほとんど歩けん状態。さすが観光地やなと思って。今日は本当にね、何にもね、あのニュースがないし、喋ることもないんですよね。あ、一つあったのが、12月からあの
保険証がなんか廃止になるみたいじゃないですか。あのマイナンバー保険証に変わるとかなんかで。でもこの保険証っていう名前が変わって、あ、資格証明書に変わって、それがあったら別に何の問題もないんですけど、保険証ね、あの今日のニュースではね、保険証詐欺がね、あの出てきたみたいです。まあね、そういうね、あの詐欺もね出てきてるみたいです。皆さんね、気をつけてください。1日にね、あのメールがね大量に来るんですよね、詐欺のメールが銀行からの詐欺のメールでしょ、郵便局からのもあるでしょ、アマゾンにもあるでしょ、もうね楽天もあるでしょ、詐欺だらけなんですよあのメールでね、あの払ってくださいとかね、なんか来るんですよね。昨日はね、あのプチでね買い物行ったんですよ。この何を買いに行ったかって言ったら、日本酒を買いに行ったんですよ。日本酒を買いに行ったわけは、あの神棚に備えるねお酒っていうのがね切れてて、1日にね、あのお酒を交換できんかったんですよね。そういうことでね、お酒をね買いに行ったわけなんですよ。僕あんま詳しくないから、あれね、清酒じゃないとあかんみたいなんですけど、どれが清酒なんかっていうのがわからんのですよね。なんか合成酒みたいなのもあるみたいなんですよ。それがどれかわからんけど、で一応ね、あの清酒ってね小さく書いてたのをね買ったんですけどね、それを神棚にあの備えてやったんですけどね。いや、神棚のね、あのお世話っていうのもね、あのなかなか続けるのってね大変なんですけどね、なんでか知らんけど続いてるんですよねまあ僕がやるのはね、もうね1日だけなんですよ。本当はね、前まではね1日と15日にあの全部交換してたんですよ。それが15日ねちょっとできんようになってきたから、月1回ということで1日だけにしたんですけど、もう何をするって言ってね、別にそんな変わったことはしないんですけど、1日になったらそのお酒を交換して、水も交換して、あと米と塩が備えてあるのを交換して、まあそんな感じにやってるんですけどね。うわ、よう続いてるわって僕でも思うわ、感心するわ。うわ、なんか宗教がね、宗教やってるっていうわけでもないんですよ何にもやってんけど、もうねルーティンになってますよね。年末にはね、その神棚ね、あのお札がね入ってるんですよ。神棚ってこの中に お札が入ってて、僕の場合だったらその真ん中にね、真ん中に伊勢神宮のお札を入れて、で右側にこの地元の氏神様のお札を入れるんですよ。まあ言うたら地元のお札、それを1年に1回ね交換するんですよ。別にね、あの伊勢神宮まで行ってお札を購入してるわけじゃないんですよ。この近くのね、あの神社で売ってるんですよね。最近はね、売りに来てる人もいるんですよ。伊勢神宮のお札を前もって予約して、届けてくれる人がいるんですよね。この近所のね、近所の、神社をなんか管理してる人みたいなんですけどね、その方がね、伊勢神宮の、お札を届けてくれるんですよ。毎年ね、来るんですよ。今年はどうやとか言って、先にお金払って、まあそういうのがあるんですけどね、最初はちょっと怪しいかなと思ったんですけどね、普通にね、お札持ってきてくれるんでね、やっぱね、この地元のね、氏神神社とか行くとね、もう中がね、神聖なんですよね。すごい空気感が違うというか、やっぱ森の中にね、あるから、なんか神聖なね、空気感があるんですよね、ああいうとこ行くと。まあ伊勢神宮とかもそうだと思うんですけど、
パワースポットっていうのかな、ああいうとこが。まあそういうことみたいです。はて、はいはいはい。なんか口汚いよ、鼻んとこ。あと鼻汚れてるよ、なんとかして。ちょっと水飲んできたな。けいちゃん待ってた。ゆうちゃん、じゅんちゃんは、いや、いたー、じゃんちゃんいました。じゃんちゃん待ってた。はい、今日の朝ごはんができました。今日の朝ごはんはもち麦のご飯に卵にブロッコリーに人参にソーセージにさつまいもにヨーグルトに納豆です。今日はブロッコリーとさつまいも人参まず卵から。卵うますぎ。この卵めちゃくちゃうまい。やっぱちょっとお高いのは違いますね。はい、ブロッコリー。甘みがある。これうますぎ、ブロッコリー。はい、人参。人参うますぎ。はい、さつまいも。いやー今日ね全部おいしい。はい、ヨーグルト。はい、普通においしいです。じゅんちゃんはここにいます。あつとぎゅうちゃんは向こうでね、ご飯でなんか揉めてますね。残ったご飯が欲しいようです。いやー今日もね朝からねごちそうです。じゅんちゃんはここにいます。あつとぎゅうちゃんは向こうにいます。ご飯でちょっとね揉めてます。はい、今日はこんな感じです。